茂行衆の上末部分、枝わかぬ春に、あへども、むもれきはもえもまさらで年へぬるかな源の茂行衆、西本願寺本36人歌集は、36、歌仙の和歌を集めた、平安時代末期の装飾写本である。36人歌集のまとまった写本としては、最古のもので、国宝に指定されている、京都市、西本願寺の所蔵。小奈良天皇神官女房法書36歌仙の和歌を歌仙別に1条、ないし2条の冊子としたものである。人麿集、貫之集、慶喜集については、上下2条構成とするため、全体では39条からなる。西本願寺に所蔵されるのは、平安時代の原本が32条、平安時代末の古補写本が1条、業平集、小町集、昭和4年の分割の際に作られた田中新富による貫之集下、伊勢集の極めて精巧な復元模写本が2条である。昭和の補写、本2冊を除く37条が、付属の後奈良天皇神官女房法書1幅とともに、国宝に指定されている。体裁は縦約20センチメートル、幅約16センチメートルの紙本で、装丁は鉄彫装。角上には彩色下絵、金銀の箔、きららずりの地紋、墨流し、破り継ぎなど、あらゆる料紙装飾技法が駆使されており、特に破り継ぎは世界でも最古のコラージュ技法として知られている。伝承した平安時代の装飾写本の中で、元永本古今和歌集、金沢本万葉集などと並び最も豪華な装飾が施されたものの一つである。表紙は藍、または緑の羅、見返しは亮で、藍の表紙に限って、遮を芯にしていた。ただし、現在は紙を入れて補強してある。表紙の羅にも、主として、銀泥で、山水画が描かれている。江上靖の提唱以来、5分類が使用されてきている。継紙や、大きな絵画的下絵がある華麗な料紙は、宝類と部位類の中でも、量的には1、3以下で、花器、藍類から、スリー類のように、から紙や着色した厚用に銀泥や金泥で描き模様を描いた料紙が多い。天永3年3月18日の白河法皇60の賀に新上するものとして制作されたという、久宗神昇の推定が定説になっている。筆者は原本が断簡すら存在しない小町集を除き、書風から20人と推定されている。大部分は筆者名が不明であるが、数人、確定、推定されている。建長4年には、蓮華王院の宝蔵にあった。その後の所在は不明であるが、天文18年1月20日に、小奈良天皇から本願寺少女に与えられた。国宝の付属指定とされる、小奈良天皇神官女房法書は、この伝来に関わる資料である。また、少女の天文日記にも拝領記録がある。宮内庁勤務の歌人、書家大口周魚が、明治29年8月、大谷公孫の依頼で、本願寺の古書調査をし、江戸時代中期以降、存在が忘れ去られていた本願寺本を再発見した。金助集が、どの時点で、補写本に変えられたかは不明である。この歌詞の時点では、38条間存していたらしいが、その後ほどなく一部が散逸していったとみられる。人麿集と業平集は分割され、それぞれ、室町切れ、尾形切れと呼ばれている。室町切れは、手鏡、藻塩草と、手鏡、大手鑑に所載する2行のみである。尾形切れは15行ほど現存し、根津美術館、東京国立博物館、正秀寺などに分蔵。伊勢集と貫之集下は、昭和4年に、冊子の形を解体して1行ずつの段階に分割された。これは、宗教女子大学設立の資金に充てるために、大谷洪水が、増田鈍王らの助言を得て実行された。これらの断簡は、小奈良天皇から下賜された当時、本願寺が大阪石山の地にあったことにちなんで、生倉翁が石山切れと名付けた。両朝合わせて300数十ページあるものを32組に分け、1組、約10枚2万円で売却されたという。現在は、掛け軸などに改装されて、各地の美術館や収集家に分蔵されている。要所、ありがとうございます。